初めに注意しておきたいのは、死という言葉自体がしばしば相当に曖昧な形で使われているということです。死は言語表現ですが、実際に言語表現として形になった死とは少し違う意味で死という言葉が使われることがあります。例えば、映像死。例えば、風物詩。写真に死を感じるとか、音楽に死を感じるとか、建築に死を感じるといった人もいます。わからないことはありません。それらは言語表現ではないけれど、そこで死と呼ばれているのは、いくつかの要素がきれいに並び、その並びを体験することによって、我々の精神が高揚する、そんな事態を指しているわけでしょう。何かに身をさらし、目が覚めたような気分になり、心が一瞬で別の段階に移行する。高揚という単語がふさわしいかどうかもわかりませんが、思わずハッとして意識の集中度が高まり、その瞬間を全面的に楽しめるようになる。その瞬間が続くことを願うようになる。あるいは自分を忘れ、自分を取り巻く世界が別のものに変わったように思う。程度の差はあっても、体験の中に何かそんな稲妻が光ったような瞬間が訪れることは確かにあり、他に呼びようもないので、それを詩的な瞬間と呼んだりする。たとえ芸術に話を限らなくても、世界の新しい捉え方を提示し、たとえうまく提示できなくても、それをほのめかすような努力をするということは、我々の仕事の基本ではないでしょうか。なぜなら、我々は今あるがままの世界に飽き飽きしているからです。言語そのものが持つ抽象化、一般化の力のせいで、我々は目の前にあるものをよく見ることもなく、直ちに名前の方に送り込んでしまう。今ここに花がある。じっと見ているとそれはあくまでもそこにある一つの花だ。あるいは花という名前が付けられる手前の何かものとしてそれがある。ところがその花を花と呼び、あるいはジャスミンと呼べば、たちまち花は一般化され、他のジャスミンとも交換可能なものになります。桜の場合はもっとひどいでしょう。桜が持つ様々な連想、文化的な歴史や意味が、花を桜と呼んだ時から付きまとって離れなくなる。文学作品などを知っていたら最悪です。例えば、和歌に歌われる桜が目の前の桜に重なり、目の前の桜を奪ってしまう。いわば、幽霊の桜が現実のみずみずしい花の位置を奪い取ることになる。我々が目の前の実在物をしばしば取り逃がすことになる理由は、このようにして言語が介入してくることにあるのではないでしょうか。しかし詩は、それが日常的な言語を使いつつ、日常生活の平面からは少し離陸した平面に設置されるので、それが作品ということの意味ですけれども、詩に向き合うと嫌でも言語そのものを意識しないわけにはいきません。言語に注意が向く。すると言語を介して波とか氷とか台風とか微風とか微小とか跳躍とか転倒とかくるぶしとか膝小僧とか夕焼けとか星空とか、こうしたものがずっと我々を貫いてきて、一度も我々を離れたことのなかったあらゆる単語それぞれが担っている記憶が反乱を起こす。そこで強いられてくる動揺が、詩がもたらす高揚の基礎をなすものだと思います。続いて、ここまで放置してきた歩くことについて少し考えてみましょう。アフリカのサバンナで二足歩行を始めて以来、歩くことが人を作ってきました。圧倒的に広い範囲へと拡散し、各地で直面する新たな地形と気象、生態系に住み込んで、我々は地域ごとのバリエーションを作ってきました。狩猟採集から園芸農耕に至るあらゆる活動の基本にあるのは歩くという行動で、歩きつつ我々は様々な作業を果たします。歩いている間、心はさまよいます。そのさまよいから詩がどのように書かれるのかを確認しておきましょう。詩は言語表現です。
それが作品になるにあたっては、形が確定されることが必要です。形の確定にあたっては、他のジャンルの芸術と同じく、技術的側面がもちろんあります。しかし、それ以上に重要なのは、素材とコンセプトです。素材というのは、言語と結びついた知識であり、知識あるいは認識と結びついた情動の痕跡です。コンセプトというのは、すでに言語化されたそれらの知識や情動の痕跡をまとめ上げるときの核になる部分で、それ自体は言語によって明言化できるとは限りません。いわば造形の方針のようなもので、言語素材を並べていくにあたって必ず作用している力ですが、これは言語を超えています。この頃また考えているのは、人間の言語は実は過去しか語ることができないということです。センテンスを作り発話すると同時に全てが過去の話になってしまうのは言うまでもないでしょう。過去のことだけでなく現在のことすら口にされれば即座に過去に送り込まれる。さらにそのセンテンスが未来について語るものであっても、そこで語ることのできる未来は全てすでに過去になっている。ね。この拘束から自由になろうと努力することも、実は詩の仕事ではないかと考えるようになりました。詩を書くということは、いわば過去の風景を広げることでもあり、広がった風景の中に新たな言葉を見出し、それを後ろ向きのまま肩越しに未来に向かって投げつけることにもつながってくるだろうと思うのです。預ける言葉として投げる。ある種の自己契約というか、発見と決意の言葉として投げる、ね。言語を使う以上、詩は表現としては過去に属するしかない。創作素材の全ても過去に属している。でも、詩が人に与えてくれる浮力というか、推進力というか、ね、そういったものが確かに我々を持ち上げ、別の未来に向かって吹き飛ばしてくれる。そこに自由がある。